皆さんこんにちは、ケンです。アミです。で、見てわかるように今日はタンデム自転車、まあ、ケンマミといえばタンデムですよね。ケンマミといえばやっぱタンデム、うん、で今回タンデム自転車乗りたい経緯としては、まず私たちこれからタンデム自転車を購入したいと、うん、密かに考えておりまして、しまなみでハマりました。そう、しまなみ海道でタンデム自転車乗って以来、ね、マミがですねタンデム乗りたいと言い張っておりまして、まあ、それで、まあ、じゃあまず買う前にレンタルしてみようということで、この滋賀県の彦根市に来ました。でこれ1台だけ、借りれまして、事前予約すればどなたでも借りれますので、興味ある人はぜひ概要欄に、レンタルサイクルの場所、ホームページ貼っておきますのでチェックしてください。タンデム自転車が公道で乗れる都道府県がまだ限られておりまして、福井県では乗れないんですね。福井県では乗れないから、まず滋賀県まで来ました。タンデム自転車はこちらになります。ちゃんとベルもついてるし、サイコンもついてますし、ライトもついてます。で、3段階変速で、ちょっと見にくいんですけど、わかるかな、このチェーンが、2つに独立してるので、バラバラにペダリングが、うん、ペダリングがバラバラでも焦げるっていう、初心者向きかもしれない、うん、タイプのタンデム自転車になります。だから結構初心者向きかもね。で、こっちはレンタルサイクルじゃなくて、このレンタルサイクルの展示になるんですけど、こっちはなんか聞いた話だと、ペダルが連動するタイプになってるから、うん、息を合わせないと難しい。だからこっちの方が、難易度高いんですよね。ただレンタルサイクルはこういう風に独立したペダリングができるんで、初心者でも乗りやすい仕様となっております。で、前に乗る方がパイロット、キャプテンじゃなかった？で、前に乗る方がキャプテン、キャプテンと言います。前に乗る人はキャプテンで、後ろに乗る人はストーカーって名前、なんかちょっとえってなるけど、ちょっとえってなる名前、キャプテンとストーカーです。で、基本キャプテンはハンドルの操作と、まあ、ブレーキング、うん、あとは止まるなどの指示をすべてやる人なんでキャプテン。今回タンデムがっつり乗るのは初めてなんで、まあ、今回はもう両方とも交換しつつタンデムを体験して、うん、まあ、どっちがキャプテンになれるか、まあ、どっちがキャプテンに向いてるか、うん、どっちがストーカーに向いてるか勝負。そうだね、うん、勝負というか、まあ、購入前に検討していきたいと思います。ね、ひこにゃん。行くよ。はい、さあ行くぞ。せーの、大丈夫、よし。さあ、我の強い2人が息を合わせることができるのでしょうか。俺に呼吸合わせるんや待って、頑張れ。ちょっとこれ思ってんだけど、これ、うん、来た。でも私全然頑張ってなかった。焦げ焦げ、ケーデンス50ぐらいじゃないの。じゃあ次、俺こがんとくわ。